ダイアクロンの新商品過去に発売されたダイヤガーディオンのブラックカラーバージョンですね一部武装や頭部の造形などが違います今日はねこれを徹底レビューしますオタフの秘密基地ダイアクロン動画をご覧の皆さんこんにちはオタファです今日紹介するのはこれだダイアクロンダイヤガーディオンゼロスだ あ全国のガンゲヤロウ集結せよというわけで早速行きましょうこれは過去に僕もレビューしたあーダイヤガーディオンですね。ロボットベース搭載機、搭載マシンセット。これプラス、えー、これですね、えー。拡張ユニットセット。この2商品を組み合わせるとロボットになるというやつなんですね。それの、まあ、母ちゃんですね。<laughs> 今回はダイヤガーディオンゼロスという名前で、えー、このカラーリングと、 大に頭部とあと武装ですね。そこがちょっと違うというカーチャンアイテムになります。あッけーろ。あッけーろ。じゃん。ブラックにゴールド。アクセントカラーもいろいろありますね。ダイヤクロン隊員は、いわゆるサンバルカンカラーというかな。うん。イーグルシャークパンサーカラーになっています。さあ、というわけでね、比較しつつ、じっくり見ていこうじゃん。 ダイヤガード01から03ガードライザー。いやーやっぱパッと見てこのブラックカラーいいね。まずはこれが01ですね。ダイヤガード01メインはブラックにアクセントカラーがメタリックカラーでブルーとかレッドとかいろんな色がありますね。で、このキャノピーの部分はクリアオレンジになっています。赤い単位をセットしました。 ちなみに赤以外で使われてるカラーはブラックにバイザーの部分がねちょっと分かりづらいんだけどメタリックグリーンになってるんですよねこの色合いがすごくいいこんな感じですねでそれから2と3唐突なんだけどさこの動画を見てるあなたって普段購入した玩具必ず開封してますかね僕は必ず多分ね大多数のものは必ず開封してチェックしているんです なんでかというとうねたまにあれ本当はここ塗装されてるんじゃないかなとかあのなんか付属品の不備とかそういうのがあったりとかするんだよね例えばねこれで言うとここにゴールドがあってこっちないんだよねちょっと先にえっとこっちで比較するとこれがオリジナルカラーですねここゴールドがあってでこっちはあるんだよね <laughs> これはねちょうどロボットの肩の裏に来る部分にゴールドの塗装がないっていう感じなんだよねうん まあでも、いい風に解釈すると、どっちが表でどっちが裏かっていうのがわかるんで、そこはいいなと思うんだけどね <laughs>。まあこれもさ、ほら、パッと見てどっちが表か裏がわかんないんだよね。うん。っていうところがあるかなという感じですね。っていうか、このデザイン、すごくいいよね。ボレット型の形になっていて、うん、なんかワクワクさせるよね。コックピットからハッチが開きます。 構造的にはこれと左右が対になっているという感じで、まあ大体同じですね。おぉ。違うんだよ、母ちゃん。<laughs> まあここまでは、そうだね、色以外は、まあ全く同じ形になります。合体させよう。ダイヤガードチーム、合体っていうわけでね、このままいきます。これね、初めて見る方もいると思うんだけど、この合体パターンすごく好きですね。 ウィングをを畳み、銃を外します。そしたらここにロックがあってロックを外したらウィーン回して下に下ろすでこれが足首になると判定側も同様ですそうだねあとは渋みのチェックとかねそういうのしてますねでこれが頭部ですね ウィーこう上に上がります。そうですね。さあそしたら今度は2と3ですね。これも変形が面白くてまずはここのロック外す。ごめんね。そしたらここのロックを外しウィーします。でこうかな。このように 展開し、ここにね拳が入ってるんだけど引っかかりが何もないから、僕の場合は一回こう銃を持たせてこうやってちょっとでもこう出すとやりやすいというパターンでやってます。こういう風になりますね胸部と腕になるという感じです。反対側も同様。こうかな。結構ねパタパタ小さいながらパタパタ変形して面白いんだよね。 こんな感じかなおーできましたできましたでこれで3期の合体準備が完了しましたこうなりますねそしたら合体ここの部分ここでウィーって合体させますこの時しっかり奥まで入れておくとあの合体が成功しますしっかり奥まで入れるっていうのがポイントですねウィーよ ここで1回しっかり止めて正面から見るとこういう感じですねここに隙間があるんだけどもこれがスライド移動し中央に集まるとこのプロセスすごくいいよねしっかり隙間なくぴっちりいったらこのパーツが肩にくるとウィーンでこの時のポイントこの状態だとまだロックがかかってないんですね これ、僕も最初見落としてたんだけど、ここにね、小さい突起があって、突起というか、凹凸が噛み合うんだよね。ここでしっかり噛み合わせると、ここね、外れなくなります。これよく考えられてる。で、えー、最後に、この銃を、説明書通りだとね、ここにつけて、こういう感じの角度にします。これで、 じゃん変形あ。合体完了ですね。このようなロボットモードになります。この合体パターンも面白かったですよね。大きさ的にね、そんなに大きくないんでね、小ぶりなサイズになってて、プロポーションが、あ足もうちょっと長くできなかったのみたいな。初めてこの、これがね、あの世に出た時に、うん、なんか結構そういう感想を持つ人も多くて。で、僕も思いました。ちょっと歪だなぁと。 まあでも絶対これ120%パー足に合体する何か出るだろうと思ったらやっぱり出て、うん。それでね、あの、さっきの、まあガードライザーと合体するというわけですね。まあちょっと説明省略してるけど。違うんだよ、かーちゃう。いや、両方いいですね。色が違うっていうのもある。うん。で、まずね、やっぱこれは、これぞダイアクロンっていうカラーリングなんだよね。で、今回のこのブラック。これはアクセントカラーが色々あっていいですね。メタリックで。 イエロー、グリーン、レッド、ブルーといった感じですね。オレンジと。色合いも結構ね、ブラックながら、こっちも派手なんだよね。僕は、そうね、両方好きで。で、造形でなんて言っても違うのがトープですね。まずビフォーから見ていこうか。共にバイザータイプなんだけど、これはどこか、まあ、イックではあるけど、こう、量産機として見てもかっこいい感じの。カクッとした感じだよね。で、角が。 頭頂部にあるっていうやつでせーのじゃん今回のやつ。明らかツインアイになってて、この額のところにも就効ギミックがあると。で、マスクタイプですね。うん、両方マスクタイプなんだけど、形全然違います。こういう装飾とか、なんとなくこの額のデザインとか全体的に、いわゆるなんていうのかな、あの、いわゆるポリスロボ的な感じあるよね。 あの、タカラトミーの、なんていうか、古き良きポリ、ポリスロボな、うまく言えないんだけどさ、ああいうトミ、トミカとかで、こう展開されてるような、ああいうオリジナル系のロボットになんかこういうのありそうだよね。うん、横から見るとこんな感じで、ほんとになんていうのかな、あの、ポリス、ポリスモチーフっぽいような感じするんだけどな、どうでしょうもう一回こっち見てみるこういう感じですね。どっちも、うん、かっこいいけど、うん、両方いいかな さあ、そしたら今度はガードライザー見ていきましょう。もうこのまま、そのままダイレクトカーちゃんでいいでしょうか。<laughs> こんな感じですね。オリジナルのやつはこんな感じで。これまたダイアクロンカラーになっているという感じですね。で、今回のやつ。おさっき言ったようなアクセントカラーがいっぱいあります。これかっけえなーこれダイアクロンタイに乗らないんだよね。で、今回のその剣だね。剣。これはシャンパンゴールドで塗装されていて、綺麗です。 これあれかなダイヤバトルスに付属していたやつと同じなのかなうん、シャンパンゴールドになってて綺麗で、これをね、本体に取り付ける場合は、各部に穴が開いてるので、こういったところにホルダーを取り付けるんですね。まあ、ここでもよしだし、えー、と、まあ、後で紹介するけど、ここをね、反転させると、ここから出てくるとか。いろんなところに、あの、セットできます。例えば、じゃあ、ここにしようか。ガードライザー。あの、だからこっちにもセットできる。 けど僕はなんかこう支援メカにこういう剣がついてた方がいいかなと思ったからさ。まあ、本当に人それぞれなんで好きなところに好きなように取り付けて全然 OK です。どうおー、もうこれだけでね、もうだいぶ違う、違いますね。母ちゃん身が少し薄くなります。うん。いいね。というわけでね、合体させようか。余談なんだけどさ、これが発売されるまで結構長く感じたね、個人的にはね。 早くこれかっこよくさせてみたいに思っていました。というわけでね、えー、合体させましょう。えー、まずは、ここにフォルダーを置いとくと、足の内側に来ちゃうんで、どちらにしてもここは無理で、今ちょっとジョイントが外れたんで、これ取ります。これここで接続されてるかな。あ、ごめんごめんごめん、そうかそうか。えーと、これは、こういう風になってたか。これ軸接続なんだよね。うん。これはこれで、 ユニットになってますね、うん、こういういウィングユニット、ブースターユニットみたいな感じですね。ブースターの時はこうだったかな。まぁ、あ、ちょっとこういう感じで形状が変わるんだよね。こんな感じで。よいしょ。よし、合体させよう。これやっぱなんて言っても下駄になるっつうのがいいよね。ウィーンして。そう。で、ここに穴が開いてるんで、そもそもこれが発売される前は、もう、もう各自いろんな あの、ゲターパーツをね、取り付けてあの楽しんでいたかなと思いますね。こういう風にセットして、ここに取り付けると。で、セットしたら、カチッと上に引き上げるという感じで、一体感が増すようになっています。反対側も同様。ウィングが内側に来ます。あ、で、さっき途中だったか。うん。ルダーがここに来ちゃう。 色々途中だったね <laughs> まあでもねどうある程度ねあのプロセスをちゃんと守ればある程度どういう風にやってもちゃんと合体するとこがうんいいかなダイアクロンってぶっちゃけてねトランスフォーマーとかに似てるけど実はね変形とかのギミックはね全然優しいこっちの方が簡単だったりするんだよねただそのハイエイジトイ特有の渋みがあったりとかぴっちりとした精度があったりとかするんでちょっとこう硬かったりとか、うん、そういった意味でね少し時間がかかったり するかなっていう感じですねおーくっついたおお一旦これで完了させようかちょっと待てよあちょっと待って剣とか全部つけよううんつけようつけよううんどこにどこにしようかなこの肩のやつは、うん、ここでもいいし、うん、なんかここの方がねなんかボリュームがあっていいなっていう人もいるだろうしねちょっとじゃあ僕ここにしよう あのねダイヤクロンってねそう手を動かしてる時間もまあまあ長いんだけどこれをここに置いてこういう配置にしてって考えてる時間も結構長かったりするんだよね <laughs> 手は動いてないんだけど頭めっちゃくちゃ動いてるのねでこれが、えー、武器ですね、えー、銃にもなりますこういうやつグリップが出てきてさらにここを倒すってやつですねでさっきのこの銃とかあったりさせるっていうやつなんだけど今回はこのグリップをしまい ここにホルダーを取り付けて、えー、背中に取り付ける方式にしましょう、うん、これはパッケージとかあ説明書に書いてあったやり方ですねまあここ背中が一番収まりいいかな足の横とかもいけるけどねでここにくれば合体完了ダイヤガーディオンゼロスだ やめ、めっちゃかっこいい。<laughs> いいね。やっぱ色が違うだけだけど、まあ、武装とかがちょっと違うだけだけど、やっぱかっこいいな。この色合い本当に最高です。そしてこのシャンパンゴールドの、この剣が効いてますね。各部を動かしてアクションこのようにね、かっこいいポーズを取らせることができます。通常のダイヤガーディオンと同じように銃を通常に戻し、剣を 足の横に取り付けてみました。こういうのもね、いいよね。それから構造的には、このコックピットの部分が2つ開閉が可能です。お腹の部分はちょうど隙間がなくて開けられないんだけど、ちゃんとこう、隊員をね、このハッチを開けて、ロボットの状態でもこう見えるところがいいですね。さあ、そしたら最後は比較しましょう。どうでしょう。あやっぱりその、 剣だね。クラッシュキャリバーがちょっとある、ない。で、えー、違うかな。背面こんな感じです。あ、あと、これはそうだね。前回レビューしたロボットベースに搭載が可能なメカたちが合体した姿なんです。というわけで、じゃじゃん大アークロンでか <laughs> これほんと笑っちゃうよね。大きさ。 62センチここからね、この動画を見た、見始めた方は本当に驚くんじゃないかなと思います。でかいよね近くに置いてみるとこんな感じです。大きさが全然違います。いや、改めて、あの、この、今回の商品とは関係ないんだけど、ここ最近でこのロボットベースが発売されました。この動画を見ているあなたは、中には買った人もいるんじゃないでしょうか。どうでしょうかね触ってますかね 僕もあれからレビューが終わってあの毎日ちょっとずつねちょっとずつ遊んであの少し形を変えてみたりとかあの肩のフリーゾンキャノンだっけフリーゾンビームキャノン、うん、あれをちょっと展開してみたりとかダイヤクロン単位をちょっと乗せたりとかでもか,か少しずついじって遊んだりしてますねあとはその拡張ユニットみたいのがあったんで、まあ、こういうのいろいろつけて遊んでみたりとかしてますね うんやっぱダイアクロンは本当に奥が深いです。この動画を見てね、あのまさに今ダイアクロン初めて知ったよっていう人もいると思うんだけど、まあ、このぐらい程よい大きさのものもあれば、こんな、あの、<laughs> いい意味でだけど、いい意味でこんなでかい、こんなバカな <laughs>、いい意味でなんだけど、うん、ちょっとこんな大きいものもあったりとかするんですね。奥が深いですよね。一通りの遊び方はこんな感じ。 というわけで今回のダイアクロン。ダイアガーディオンゼロスのレビューいかがだったでしょうか 一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。そうだね、冒頭でも言ったんだけど、僕は結構買った商品はだいたい開封して、まあちょっと検品がてらこう遊ぶみたいなところもあったりとかします。ダイヤガーディオンゼロス、今回のもまさにそんな感じで。あのもうオリジナルカラーはね、もう本当にめちゃくちゃ遊んだんで、何がどういうものってよく分かった上で今回もいじっています。そうだね、あの、こ、この裏のゴールドはないのが仕様なのかなちょっと僕も気になって SNS なんかを見たりしたんだけど、どうやらこれ 全個体でこれが仕様なのかもしれないですね。まあ、これはこれで、まあ、左右の見分けがパッとつくんで、僕はそんなに、あの、ぬ、塗られてなくても構わないかなと思いましたね。改めて、なんか、 こういう母ちゃん玩具を買うってものすごい贅沢だなっていうことを毎回あの気づ、気づかされます。子供の頃には絶対できなかった。でもまさに母ちゃんなんだけど。うん、なんかこういう遊びができるっていうのは本当に幸せだなと思います。そして、やっぱり、ね、ダイアクロンってね、この、このちょっとした母ちゃんが良かったりするんだよな。<laughs> なので、そうだね、あの、他の人から見て、え、同じのを2個買ってどうするんだろうっていう人もいるかもしれないけど、なんか僕にとってはこれがすごく幸せで。 なんかこういう母ちゃんトイというかこういうダイアクロンのちょっとしたリカラーアイテムとかを手にした時に改めて自分がそういうどういうものを大切にしてるかとかねどういう玩具が好きなのかなっていうものに対してこう向かい合うことができるっていうかそういうところがすごく好きですね非常になので奥深いジャンルでもあるんでだからこの動画を見てるあなたの中でもねいやダイアクロンはいつもオタファのやつ見てるけどなんか1個2個もし手出しちゃったら本当に すごい沼で戻ってこれなさそうだなっていう人も結構いると思います。うん、まあな,なんだけどね。まあ今後もいろいろ僕レビューするんで、どうぞこの動画を見てるあなたとね、一緒に遊んだ気持ちになってね、これからも楽しんでいきたいですね。そうじて僕は大満足です。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、タファ俺もこれ買ったよとかね。 いやー、オタファー、今言った通り、ダイヤクロンは沼が深そうだから、いつも見てるだけなんだよ、とかね。あ、でもね、いつか機会が、縁、ご縁があればね、なんか、手に入れて遊んでみてもらいたいな、っていう気持ちもありますね。あの、僕は、この動画見てるあなたから見ると、めちゃくちゃ何でもいろいろ買ってそうに見えて、僕もかなり、バットを短く、グリップ短く、あの、して、で、脇締めて今スイングしてるから。<laughs> そんなにいっぱいも買ってなかったりとかするんでね、うん、まあそんな中で、うん、やっぱ僕は大悪論好きだなと思うしねうん。などなどねどんなことでも結構ですあなたからのコメント待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうおたおでしたまってねーガン